あ、ここの柵がいい、あ、揺れがいい、こぼれそう、こぼれ落ちるけどいい。皆さんどうもこんにちは、ナマです。さて今回も引き続いて、そのビスクドールは恋をする、キセ恋第5話、え、もう5話、もう5話や、早いな。5話を見ていきたいと思います。前回はそうそう、頑張る五条くんに惚れた回でした。マジでよかったね、あの回は。主人公の五条くんもかっこいいし、マリンちゃんもかわいいし、もう惚れ込むしかなかった回でしたね。で今回が乳袋回なんで、早速見ていきたいと思います。で私ちょっと本屋さんに行ったら、キセ恋を推してる本屋さんがあって、ディスプレイとかすごい可愛く飾り付けされてたんですよ。で、あ、可愛いってパーって見てたら、しずくたん、多分マリンちゃんがコスプレしたしずくたんが、脱がしてみたいな言ってるセリフがディスプレイされてて、えって思って、ちょっとプチネタバレを食らってしまったんかなと思いました。まあでも多分その脱がしては今回の回で明かされると思います。さて早速見ていきましょうか。そのビスクドールは恋をする5話です。それじゃあ見ていきたいと思います。エピソード5、この中で一番いい乳袋だからじゃん。完成したんですよ、しずくたんが。ありありのありって動く乳がいい。ぽよ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 。最高すぎて無理なんだけど、写真撮りたい、撮って。え、かわいいねんけど、しずくたんかわいい。てかマリンちゃんか。あ、でも確かに北川さんやな。うん、しずくたんに合ったポーズの方がいい、確かに。さすが職人さんやな、背景があんまり合ってないと思いますね。しずくたんらしくお願いします。あ、すごい、女優や。あれあれ、え、かわいいねんけど、何このぴょんぴょん。おお、次本気出す。あ、かわいい、なんじゃこの可愛さ。うん、あり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 、あり中のあり。うん、しずくたんになった。いいいいいい、可愛い。いいよいいよ。あ、可愛い、いいね。あ、え、めっちゃ可愛いねんけど、やばい。ちょっとめっちゃ可愛い。コスネームマリン。いや、可愛すぎる。あ、コスイベントは明日なんや。コスイベントは明日やねんな。今日やと思ってた。はー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 。なんかマリンちゃんやから元気なしずくたんしか出てこないのかなと思ったけど、さすがマリンちゃんやな、しっかりしずくたんを演じてくれてました。いや、ここのシーンいいわ、マジでいい、全部かわいい。この中で一番いい乳袋だからじゃん。ここはアコスタ、ほんまにありそうなイベントやな、アコスタって。マミタン、ソウジとリョウマくん。しずくたんの顔がすごく感情豊富やな。あ、ビビりまくってる。ていうか五条くんさ、この格好で来んのおもろいな。サムエ、そうそう、サムエ、サムエっていう格好で来てんのおもろいな。私服がサムエしかないんかな。視線が気になる、みんなこの衣装に見とれてる。確かに、逆になんかサムエの格好がコスプレっぽく見えんのかな。相変わらず。あ、タイトル回収しました。この出来誰にも負けてないもんね。いいね、好感もいい、ポニョンポニョン。っていうか可愛いねんけど、マジでスカートの動きがすごく可愛い、ふわんふわんふわんってしてて。撮影いいですか。あ、スッと避ける。五条くん空気読んでんな。可愛い、うん、可愛い、いや可愛い。え、なんていいファンサービス、なんていいファンサービス、アイドルの鏡やん。アイドルじゃないけど、めっちゃ列できてる。めっちゃじゃないか、列ができてる。いやー、もうしずくたんになりきってんな、かわいい。そうだよ、好きなキャラのコスプレは自由に楽しめるんだよ、いいんだよ。はあ、約束を守ったから、もう北川さんとこういうことをこういう風に過ごすのはもう終わりなんだなって、五条くんが思いにふけてます。いい笑顔。いい笑顔。でも終わりじゃないよ五条くん、多分終わりじゃないよ、終わりにしやんといて。今の表情いい、しずくたん可愛すぎかよ。可愛い、どの場面を撮っても可愛いねんけど、しずくたん、あかん、可愛いしか言ってない、語彙力がね。ここや、服脱
げそうや。ここのシーンやった、ここのシーンやった。ヌーブラ2枚はパンパンやわ。あーそっか、熱くて脱げそうっていう意味ね。あー了解了解。マリナシティ、ここってあれやな、池袋のさ、何やったっけ、なんちゃらシティやんな。暑さ対策もするべきか。これで一つ学びましたね。うわ、ここの柵がいい、あ、揺れがいい、こぼれそう、こぼれ落ちるけどいい。めっちゃすごくない、もうおっぱいが喋ってる。2枚重ねはすごいな。五条くんの驚き声めっちゃおもろいねんけど。五条くん真面目やな。責任感感じたらすごい行動できるような。ちょっとこれは男子高校生には厳しいって。いいわ、こういうシーンも待ってました。頑張れ。声声、マリンちゃん声よ、いやらしいね。どりょうかくん何書いてんやろ。まあでもいい学びになったんちゃう、暑さ対策とかさ。でさ、ちゃんとさサポートしてくれる五条くんも好感度高いわ。あ、はあ、太もものところの正の字か。しずくたんそんなところ書いててんや。あーもうまるでデート、なんかもう終わりみたいな雰囲気出してるけどさ、五条くんまだまだ終わらないでね。あ、いい、次のコス何しよっかって。次もあるんだ、次もあるんだ、いいね。好きなキャラ50人いるから。よかったね五条くん、嬉しそうだけど。マリンちゃんも嬉しそうやん。つかものですが、これからもよろしくお願いします。トルソーって何やろ、トルソーって言った、コルソー、分からへん。あ、おねむなのね五条くん。あの空間にいるだけでめっちゃ上がる、わかる。好きなことして楽しんでる人めっちゃ好き、なんかキラキラしてるじゃん。あ、かわいいね。もうやば、ブワーってきた。え、やばい、めっちゃよかった、すっげえ、すっげえ、まだ鳥肌やばいねんけど。あ、ここで今言うんや。あ、私もうちょっと後のことやと思ってたけど、ここで言ったんだね五条くん。もうやばい、キュンキュン、もう口角がさずっと上がってんのよ。やばい、そして鳥肌がやばい、むっちゃニヤニヤする。キュンキュンキュン、ま。第6話ま。はい、ということで見終わりました。感想に行きます。頭のチャンネル。はいはいはい、ということで見終わりました5話です。もうね、口角が下がらないんですよ。ずっとニヤニヤしてる。今回は一番のキュンキュンキュン回でした。最後の五条くんの北川さんとても綺麗でしたの爆弾発言、3話の伏線、ここで回収されました。五条くんにとって綺麗っていう言葉は特別で、その意味を知ってるマリンちゃんのあの照れよう。あの、私5話の視聴終わった後にもう一回あのシーンだけ見直したんですよ。ほんで気づいたことがあって、電車の動きとマリンちゃんの心の動きがマッチしてるんですよね。もうその描写もグッと、マジグッと、もうグッとすぎました。トンネルに入る前の五条くんのセリフ、とても綺麗でした。
そこで BGM バックグラウンドミュージックは姿を消し、残る音はトンネルに入った雑音のみ。その雑音とともに蘇る綺麗という言葉の記憶、そしてトンネルを抜けた後、静けさとともに思い出される五条くんの笑顔、激しくなる電車の車輪の音と同じくらいにざわつくマリンちゃんの心。トンネルを抜けた先は新たな世界、恋の世界へようこそマリンちゃん。いやもうこれは恋確定でしょ。五条くんも卑怯ですよね、寝落ち際にそんなこと言うの。っていうか寝落ち際じゃないと言えへんかった言葉やと思います。心がリラックスしてて本気の本気に思った言葉やから、そういう時に出るんやろうなって思います。尊いもうこの電車のシーンの感想だけで10分は喋り倒せる気がします。なんなら1分ごと一時停止してそのカットごとに感想を言いたいぐらい。でもな、今回はこれだけじゃないんよ。電車も良すぎてんけど乳袋も良かった。乳袋だけじゃなくてコスする北川さんの可愛さ、しずくたんの可愛さも良すぎたのよ。そしてそれをフォローする五条くんも良すぎた。フォローしながらもてあそばれる背中のチャック回も良すぎたのよ見どころ語りどころがありすぎて30分のアニメが5分の体感時間やった回でした。今までの回も神回やったんですけど、今回の5話は神神神回でしたね。私この感想を取り終えて動画編集終わったらもう一回5話見直します。ありがとうビスクドール、ありがとうキセコイ。そして来週はまさかの魔回一体何の魔ま、何なのか気になります。はい、それでは今回はここまでにして、来週はまでお会いしましょう。バイバイ。まあ。